おはようございます。清美です。さあ、ということで、今日は日曜日ですね。のんびりとちょっと解説をですね、やってみようかなということで、今回、こちら、紙とペンでですね、アナログにですね、少しやってみようかなと思います。はい、ということで、今日お話しするのは、景気侵入ということで、これまでシミュレーターの中でいろいろなこう景気侵入のタイプ紹介してきたんですけれども、ちゃんとそこら辺の住み分けというか、種類みたいなところを説明してこなかったと思うので、一旦ここで景気侵入の種類だったりとか考え方みたいなところを整理しておこうかなというふうに思います。で、主に景気侵入には2パターンあって、この2つですね、プレシジョンアプローチっていうのと、ノンプロセジョンアプローチという2つのやり方があります。で、このプロセジョンってそもそも何かっていうと、これは精密とか、まあそういった意味で、じゃあどういう違いがあるんだというところに入っていくと、プレシジョンアプローチっていうのは、基本的に 3D でコントロールされるもの、ノンプロセジョンって言われるものは 2D でコントロールされるものっていうふうに積み分けがされています。じゃあこの 3D、2D 何なんだということになってくるんですが、 3D というのはいわゆるルートのコントロール、それからコードのコントロール、この2つをしてくれるのがプレセジョンアプローチということになります。それに対してノンプロセジョンアプローチっていうのはどういうことかっていうと、ルートのみを管理されますよっていうのがノンプロセジョンアプローチです。なので、ここのコードの要素が入ってくるかどうかっていうのが大きな違いということになってきます。それぞれどういうものになってくるかっていうのをもう一度おさらいしておくと、ルートっていうのは上から見た時ですね、滑走路を真上から捉えた時にどういう風なルートで入っていきますよっていうルートを示してくれるもの。これがルートの部分ですね。それからコードっていうのは何かっていうと、滑走路に対してある決められた角度で侵入していきますよ。これがコードが管理されている状態。いわゆる 3D と言われる場合のコードの取り方です。じゃあこれに対して 2D って言われるものはどういうふうに着陸していくかっていうと、だんだんに高度を下げていきます。なので、例えばあるポイント A っていうところ、 B っていうところ、それぞれのポイントを通過するときに、このポイントを通過するときは1000フィートですよ、このポイントを通過するときには600フィートですよ、というふうな形で決められた高度まで降下していってあげて、そのポイントまで行く、決められたコードまで降りて、そのポイントまで行くというような降り方をしていきます。最終的には最後の目標ポイントを超えたところから徐々に降下していって、これまた決められたあるポイントまで来たところで、滑走路が見えていれば着陸できるし、見えていなければゴーアラウンドしなきゃいけないというような判断するポイントが決まってくるっていうのが、ノンプロセジョンと呼ばれるルートのみが管理されている、いわゆる 2D のアプローチ方式っていうのがこの方式ということになってきます。で、具体的にはどういった種類のものがあるのかということで、まずプロセッションアプローチっていうのは、皆さんよくご存知の ILS ですよね。ILS はもちろんルートもコードも管理されますから、プロセッションアプローチということになります。これ以外にも、いわゆる RNAV アプローチと呼ばれるものの中で、コードも管理できるシステムの場合は、特に RNAV アプローチでもプロセッションアプローチに分類されるということになってきます。じゃあ具体的にどういうことなんだというところを見ていくと、RNAV っていうのは、そもそも2つの側面があって、LNAV と、あとは VNAV ですね。この2つが存在します。で、LNAV っていうのは何かっていうと、ラテラルナブの略なので、
そっちはルートの話ですね。で、それに対して V ナブっていうのはバーティカルナブ、いわゆるコードの話ということになってきます。このコードの情報ですね、これがどういうふうに定義されているかということで、 LPV って呼ばれるものだったりとか、それから V ナブ、それとはバロ V ナブっていうのもありますね。 V ナブ代表的なものを書いてみましたけれども、まあ、こういった形でそれぞれ R ナブの中でもコード成分も把握できますよっていうふうに決まっているものがプロセージョンアプローチというような括りになってきます。ということで、ひとしきりプロセージョンアプローチの方はね、説明が済んだところで、次ノンプロセージョンアプローチの方ですね。こちらはどういうものがあるかっていうと、 VOR アプローチ、これはもう典型的にルートしか示せないものですよね。なので VOR アプローチと呼ばれるものはノンプロセージョンアプローチということになります。それから先ほど説明した R ナブのうち、 V ナブ成分、いわゆるコード方向のルーティングをしてくれないもの、これに関してはノンプロセージョンアプローチということになってきます。なのでこの段々に降りていくっていうパターンの着陸方法が R ナブであり、 VOR も一緒ですね。 VOR を補足して滑走路に向かっていくのに対して、それぞれコードを落としていく、落としていく、で最後決められたポイントで判断をするということになってきます。ちなみに最後ちょっとスペースがなくなってしまって、どう書こうかなっていうのがあるんですが、この一番最終的に着陸するかしないかの判断ポイントの話ですね。これに関してちょっと話をしておこうと思うんですが、どこがいいかな、この脇スペースのところに書いていこうかな。ちょっと思いのほかこの段ボールがちっちゃくてなんですけど、このプロセッションアプローチの場合は DH もしくは DA というふうに呼ばれるもので、ちょっと細かくなっちゃったんですけど、 DH だったりとか DA、 これどっちも同じ意味でディシジョンハイトもしくはディシジョンアルトということで、それぞれ判断するコードのことですが、ある一定のパスでコードとルートを補足しながら降りてきて、決められたコードまで来た段階、この DH、DA と呼ばれるポイントまで降りてきた時に、滑走路もしくは特定の目標物が見えていなければ着陸することができないということになります。なのでこの DH もしくは DA っていうのが一つポイントになってくるということですね。一方でノンプロセージョンアプローチではどういうふうに言われるかっていうと、 MDA ですね、これが、ミニマム、こちらの MDA っていうのがミニマムディセントアルティテュードということで、こちらも使われ方としては一緒なんですけれども、ディセント、降下することのできる高度の最も低いものですね。なので先ほどと同じような概念で高度を下げていく、下げていく、最終的に決められた MDA まで高度を下げた時に所定のポイント、例えば C ポイントで滑走路が見えなければゴアラウンド、見えていれば着陸と、そういった選択をすることになってきます。ということで今日は半分ラジオ半分授業形式みたいな形でですね、景気侵入について話をしてみました。ちょっと汚い落書きみたいになってしまっていますけれども、順々にですね話を聞いていただければいいのかなというふうに思います。ここら辺のポイントを押さえていただけると、多分今後ね、またフライトシミュレーターをやっていくにあたって、あ、この話をしてるんだな、この話をしてるんだなっていうのが見えてくるかなと思うので、今日はですね一旦景気侵入の分類ということで、あくまでもアウトラインのところが主になってきますけれども、簡単に説明させていただきましたということで、また明日からですねフライトシミュレーターの方を使って細かいポイント等を説明していければいいなというふうに思っております。さあ、ということで本日は多少ボリューム増えましたけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。
また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。To be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around.